れんなっていう言葉がねあるけれど、汚れちゃいけない。その道元禅師の座禅はどこまでも不善なが大事です。俺ははばかりながら善なしていないぞってそれほどね汚れてることはない。そして本当の不善なの座禅というと本当に難しい。だから座禅しててそのいい境界になってきた、あ悟ったって言ったらチンジャラジャラって出てくるような悟りがこれはパチンだ。それでそういうんじゃないから、で私が見られないっていう座禅はね、このちょうど私のその目瞳を私は見ることはできない。鏡って言ってこうやって見たってダメなの。本当に生きた私の目は私は見ることできない。それでその点ね、その当時見ようっていうところは大切ですよ。みんなでそうじゃなくて、何でも自分の物足りようだけの話だ。だからなんとか悟りたいって言ってね、一生懸命修行してるって人たくさんいるわ。だけどそれは物足りようの思いでやってんだから、どうせダメだよ。物足りようの思いで修行するんじゃないんだ。ところが修行する限りなんかやっぱり修行は修行、なん修行してなんとかなるもんじゃないんですかって言ってね、そうじゃない。ただ生命力そのものとして、だからこれは私が生存と生命って言うけれど、生存って言った限りはね、そのただ生存競争で競り合いだけの話だ。ところがその生存競争の話すべてやめて、ただ自己は自己の生命力そのものっていうのね。でさっき言ったように桜は桜だけが咲くんだ、そしてまた桜だけとして散る、他との兼ね合いなし。それご近所様が咲いたからそういう いつでも、いや雲、この間も誰か来て話して、雲が旗っていうところは面白いところだって。あの一人ね、村でもって日本髪言う人が、お正月なんか日本髪言うと一村全部娘さんが日本髪言うってこの頃は新しい家を建てたら150軒全部新しい家が建ってましたってこの間言ってた人があるけれど、日本の田舎ってまあ大体そうだね。これは、ね、農村っていうのはみんなこうあのみんなの後ついてやっていきゃお百姓もできるから、でいつでも軒並み一生のことやってる。事故っていうことを考えて工夫っていうことはいらないんだ。ところが今本当に生きるってことは自己は自己を生きるって、それだけで、じゃあっていつも反対すりゃいいってもんじゃないそのっていうのは全てのこの世の中ねと逆らって、逆らうのが自己を持ったってことじゃないですよ。お前よく考えた。というのは世の中っていうのは、私の見てる世の中っていうのは私の人物人界なんだから、自己の中身なんだ。この自己の中身だから世の中の風景もちゃんと知ってなきゃ。そしてそういう世の中の風景を知りながら、しかしながら自己へ行くっていう、ここが大切だ。でだから私がここでも話してると思うけど、いつも一歳分の一歳、事故っていうのは一歳分の一歳ですよ。それと同時に一歳分の一でもある、世の中の中一員でもあるんだ。世の中の一員としてのその自分ね、それをひっくるめたところの一歳分の一歳と、こういうところは生きなきゃ。で他
人の風、いわゆる一歳分の一の私として他人の風景もわからないようなという俺の話してんだったらこれ全く意味ない。そうじゃないと全ての人をひっくるめた自己の内容、それの人海国自っていうね、自国国この自己を生きなきゃならない。で、岩のなり桑ばなり場をくとし世を意図せり。これはね、霊運至観禅師にいかなるか仏法の大意って言ったら、路地未了馬地到来というそういう則がある。このロバのことがまだ終わってないのにもう馬がやってきたとこういうことね。ところが馬も炉も同じく馬なんだ。で、つまり馬も炉も宇治の生命体験の風景ですね。で、岩炉なり桑ばなり場をくとし炉を意図せり。で、当それ来にあらず、今当不当の話だから、今バジ路地未了馬地到来の当持ってきた。で、当それ来にあらず不当これ未来にあらず、当も来もですね、どうせこの人無人海自意の生命の生命体験そのものだ。しかし当は来じゃない。このだから、全て俺の生命の風景だって言いながら、当は来じゃない。不当はこれ未来でないと、こう差別もある。ベタ一面じゃなくて、いつもこう全ては自己の中身なんだけれど、あれはあれこれはこれってね、味噌とクソと一緒にしちゃいけない。いや、チタン似てんだから味噌の代わりにクソ使えばいいけどそんなの困る。で、宇治格のごとくなり、この生命の風景っていうものはそういうもんだ。で、党は党に軽下せられて不党に軽下せられず、で、党は党で人無人海なんだ。そしてその軽下っていうのはね、大体普通は邪魔するっていうことなんだけど、このここじゃね、他との兼ね合いなし、そのものが徹底してそのものっていう、そういう意味に使ってるね、軽下。だから党は党に軽下せられて、党は徹底的に党なんだ。で、不当に軽下せられる、これは不当に軽下せられずっていうの、軽下はいわゆるの邪魔だ。不当に邪魔されない。党の時はただ党で、不当に邪魔されない。不当は不当に軽下せられて、党に軽下される。不当の時はただ不当、これで党に軽下される。まあこれ合格不合格との話にしてみてもいいや。ただ勉強して、そして試験を受けた人ね、その時それが発表があって合格って言った、これは不合格じゃなくて合格っていうんじゃない、ただ合格。これで不合格とは関係ないんだ。勉強したから入ったというだけだ。それからもし不合格だったら不合格、あ、不合格したもう俺死んじゃうって言ったら、そんなんじゃない。不合格はただ不合格、母は俺より出来のいいやつがあったというだけの話だ。で、いわいをさえいを見る、くはくをさえくを見る、これもだから他との兼ね合いなしにただいいだ。私がその一コアでも
掘り下げた話をしたい、こうこれね、ただの兼ね合いの話じゃないんだ。私が私の生命そのものとして、生命力そのものとして人子は掘り下げたい。それから苦は苦をさえ苦を見るってね、これもできるだけその表現したいっていうけれど、これ皆さんとの兼ね合いでやってる話じゃない。私は私だけをその表現したいだけで、下は下をさえ下を見ると、これ下っちょな他との兼ね合いで大体邪魔するって話なんだけど、今下っち言ったらもう下だけなんだ。ただ下は下を下するなんて、ただ下は下だけなんだ。それでこれ地なり下っちゅう、それも生命力そのものなんだね。で下は他方にしとくせらるるといえども、大体下っちゅうのは他を邪魔するっていうことで、他との兼ね合いの話なわけだけど、ところが他方を下する下、いまだあらざるない、本当は他をね、その他に他を邪魔する他は全くないんだ。邪魔、いくら邪魔しよったってね、ただ自己犠牲の自己生きてるやつは邪魔 しようがないもん。で、要するにね、俺がその出世しようと思ってたのに、あいつに邪魔されてとうとう出世できなかったって言ってね、言うんじゃなくって、もうそんな、ね、自己が自己犠牲の自己生きてる限りどうあっていいんだ。これまあ私なんかもあれだね、出世しようと思っていないから何ともないけれど、本当にね、この出世しようとも思わないし、金貯めようと思っていないから、その点強いですよ。あいつ邪魔してやろうって言ったってね、はい、でそのあいつを儲けさせまい、あいつの地位を邪魔してやろうって言ったって、初めからないんだからこれで邪魔されないじゃない。いや、少なくとも、ね、私をライバルだと思ってあいつ蹴落としてやろうと思ってるやつも前にはいたもんしかしながら私が何にもないんだからね、これ邪魔しようがないじゃない。で、私はただ私だけっていうんだけど、で下は他方にしとくせられると、せらるといえども、他方を下する下、いまだあらざるない、我人に応ないと。これはね、伝統栄養っていう本にの三章永年の章に、主にして示していわく、我人に参照、主に示して言わる、我人に会えばすなわちいず、いずれば いずれはすなわち人のためならずを読むだろうな。で、大体まあ、私の場合でもお客が来れば出て行って会うじゃん。いずるは人のためならず、このお客が来たからって言ったってね、お客は事故なんだ。だから決してお客のために出たんじゃない、私は私だけし、
私しただけ、だいたいそうですよね。まあ私のところにずいぶんお客さん来るけど、それでもお客さんと出会っていろいろ人話するって、これいつも言うように、その私は人に会った限り、それは人じゃ他人じゃなくて私の網膜に映った人なんだからね、これが実物だもん、どうせ。そして人が何か話問題を持ち出したら、その問題は私の問題だから、それで私の問題に対して私がいかに私が納得するかっていうために話してる、こういうモノローグだ。今私がここで喋ってる場合は皆さんの顔が映ってる、その映ってる顔が私の生命体験なんだからね、それをその寝ちゃわないわ、それでいかにも納得してくれるようにっていう顔を狙いながら、そして私の言葉を分かりやすくしようと、こういうんで喋ってるわけですよね。だから我人に会えばすなわちいずだ、いずるは人のためならず。ところがね、それに対して効果楽、効果っていう人が我人に会えばすなわちいいです、いずればすなわち、人のためなり、まあこれあれなんですね、この善の話っていうのはすぐ裏は言わないとね、一面じゃダメなんだ、俺は本当は同じこと言ってんだ、我人に会えばすなわちいいです、これはもう、他人っていうのはない、いないんだから、本当はだから、この人っていうものは会うっていうことは本当はないもんね、出ない、もし出ればそれは人のためだって、そういうこの今度は1歳分の1の人間として考え、自己として考えればね、そのあれだ、でその点自己切りの自己、1歳分の1歳としたらもう他人いないんだね、しかしながら1歳分の1としてはまあこのこっちのあれがあるわけですね、 両面だ。そしてまあそういう則があるんで、そこでこれ我人に応なり、人人に応なり、我我に応なり、出出に応なり、これ全く他との兼ね合いなしの合う、これらももし字を得ざるには因もならざるない、本当にね、これらもその人愚人海字、ね、その字を 得なければ因もならざるない、でまた岩は現状公安の地なりこの一っていうと普通は第六意識の意ぐらいに考えてるけど、要するに意識の意だね、そのぐらいに考えてるけど、こうはそうじゃない、その仏法の大意の意だ、だから現状公安の字だ、苦は向上寛礼の字なり、向上っていうのは浄土のことね、寛礼っていうのは関門の会ってこと、で要するに浄土の会です、
で、あの苦は本当の浄土の簡易だ、唐は脱退の時代、これ脱退っていうのは唐脱、下脱のことです。要するに下脱の字です。不唐は即死離死の時代、これ至る至らないに変わらない不唐です。でね、さっきも言ったように座禅するって、座禅本当にやってる座禅の実物っていうのは自己が どこに至ってるのか至っていないのかってね、そんなものに変わらない実物、生命の実物、あ、これが生命の実物だってね、のこう分かったら生命の実物から離れるんだから。でそんなのことなしにただやってるっていう、だから党であると同時にそのこれにつき、これにこれを離れてるとは、我々の修行っていうのはいつでもそうね、あの俺はよく修行してるって言ってたら本当に修行になってない。修行とっていうのは俺が修行してるとも思わないところに修行してる。だからこれにつき、これにも離れるっていうところがで、高麗の尊粛ともに陰も言うとも、さらに道修すべきところなからんや。まあ以上その並べてきたけれど、まだそのもう一段と道修するところがなければならないじゃないか。言うべし、幾半不当や宇治、幾半不当や、あ、幾半当や宇治、幾半不当や宇治、幾がね半分いた至るのも宇治だし、幾が半分至らないのも宇治、格のごとくの三級あるべし。この半っていうのは善に対する半だと、半分なんだなって。ところがこの半っていうのも、半っていうといかにも善に対する半だけれど、本当はね善っていう他との兼ね合いなしの半でなきゃ。これはそうですよね、これ人無人海事って言うとね、これはいわば無限なんだ。無限の半分来たってどうせ無限だ。これ例えば今こうあの立ってですね、この半分からこっち側って言ってこの半分からこっち側って言って行ったって、この空間的に言ってもね、無限の空間ならこの半分だって無限なんだ、こっちの半分だって無限なんだ。それでの無限の半分はどうせ無限なんだから、例えば数学的に言ったってそうですよ、二分の無限値ってね、二分の無限値って言ったってこれは無限なんだ。でそういう三級がある。それから今日曜日春木や半宇治、今日曜日春木や作宇治と、またあれが出てきたね、不教異曜日春木や半宇治、不教異曜日春木や作宇治。この作半っていうのはね、善に対する半だけれど、また作っていうのは、これは錯覚とか錯誤とかいう作で、誤りっていうことですね。で彼をして曜日春木せしむるや半宇治、彼をして曜日春木せしむるや作宇治と、こういうこの大体作っていうのね、考えてみるとね、作って言ったら間違いってこういうことだけど、あの
大体今言うこの神武神海寺っていうね、その宇治のあれから言ったら結局どっちどう転んでも神武神海でしょ。どっちどう転んでも自己の生命なんだ、そういう自己を生きてるんですね。このどっちへどう転んでもっていうところにはまあ策っていうね、間違いって言ったって、このどうせね、その間違いっていうこともどっちへどう転んでも自己の生命であることは間違いないんだ。だから、あれですね、策と不策とって半分に分けるからね、合格と不合格、正しいと迷いとって半分に分けてどっちから言うからあれだけど、本当に策も不策もその自己切りの自己の生命なんだ。どっちへどう転んでも自己の生命だっていう限りね、不策であろうと策であろうと自己の生命。まあ半の場合もそうね、無限なんだ、無限の半分も無限だ。それと同じようにどっちどう転んでも自己の生命である限り、どっちどう転んでもね、自己の生命だ。だから策っていうのをね、そう悪いものと決め込んじゃダメだ。大体どれが策に対する正なのか、正しいのか、不策なのかってね、大体よく考えてみると我々生まれてきたのもみんな間違って生まれてきたんじゃないか。これね、みんな誰も彼もの絶対的必然性を持って生まれてきたっていうよりも、全くね間違って下ろしといてもよかったのに、まあたまたま下ろされないで出てきたばっかりだ。初めの出発点が策だもん。おいで、このだからそれ策はダメっていうようだったらもうこれ生きられない。この沢木老師のね、一時こうなんか書いた時に後にサクサク道人っていうのね、名前入れていたね、ある一時期ね、このサクサク道人、このサクサク道人って どういう意味かなって私大中時代思ってたね。サクサク道人ってこうやって大中寺時代はそういう名前を入れてた。どういう意味だってとうとう沢木老師に直接聞かないで終わっちゃった。その後沢木老師サクサク道人というのを使わなくなっちゃったからね、それで愛したけど、今これここのところにサクっていう字が出てきて、沢木老師がなぜサクサク道人って使ってるかっていうのね、まあ今考えてみると大体まあみんな間違って生まれてきたとすると、その間違ったところは間違ったところなりにサクサクでいかなくちゃダメだ。俺はそういう不潔なことは嫌いって、そのサクじゃダメって言うんだったら俺もう死ぬわけじゃないね。そうじゃない、もう間違ったところは間違ったところなりになんとかそこで生き抜いていくっていうところに本当の生命の働きがあるんだから。それで今あれですね、どっちどう転んでもだから策は策だ、策って言ったって自己の生命だ。しかしながら策は策として不策じゃないんだからね、間違ってるっていうところからいかにもその策不策を超えている宇治っていうのはいつも狙ってなきゃな、ここはね大切なんで、策だから策でいいんだって言って、そんじゃい
本当の生命じゃない。だから咲く宇治ってね、宇治はやっぱり狙ってるところ。これでそこだからね、あのさっき読んだところにもあったように、人海をもて人海を怪人するを偶人とは言うないって書いてあったけれど、この結局偶人をいつも狙ってなきゃ、宇治っていうものはね。だから策はそのまんま策じゃなくて本当の宇治を狙ってる、そこに策があるじゃない。それで道元禅師のね座禅の話はのあれにも書いてあるけど、人なり恩なり妙なりってこう本当にね、人なり恩なり妙なりなんですね。人なり恩なり妙なり、仏法の話はみんな人なり恩なり妙なり。これを沢木老師は有水って言ったね。この仏法はだからの本当にね簡単に片付く話じゃない。人なり恩なり妙なり、いや どこがそうなのかってもう一遍はっきり言うと、人を誰でも彼でも人無人海自由生きてるんだ。その人無人海自由で生きてる中になお人無人海自由を狙って生きてるっていう、そこに深さが、どうせ人無人海自由なんだからそれでいいんだっていうんじゃない。 そんな平面的な話じゃない。その人無人海自由のところに人無人海自由を狙いながら生きてる、それが生命力だ。生命力っていうのはそういう、深さを持ってるね、生命っていうのは。でその今初めの場合はあのあれですね、宇治は何々宇治は何々ってこう出てきたけれど、ここじゃもうその宇治は何々って言うとある時はってこう読みやすくなるからね。それでもうそうじゃない、その今日曜日春木や半宇治とこうね下へつけてる、今日曜日春木や咲く宇治、不今日曜日春木や半宇治、不今日曜日春木や咲く宇治とこうね、それで宇治っていうものを下へ持ってきて、どれもこれも自己の生命ならざるはないっていう話をしてくるわけですね。で、陰物男三大三個三等三不等する宇治の地なり、この そこら辺をまたその有水なところで、ね、人なり恩なり妙なりのところを三等三不等する、そういう宇治の地だってこういうこと、どこまでも深めていかなきゃ。簡単にああ分かった悟ったって そんなそう簡単な話じゃないんだっていうことね。どこまでもこの生命の実物を生きていながら生命の実物を狙っていく、 深めていくっていうそこだっていうこと。でまあ、あのこの宇治の巻は、大体まあそういうことにして、今度はその山水町の巻、もうあとちょっと時間がありますから山水町の巻のちょっと話しますと、消防現像山水町、二根の山水は古物の道現状なり、共に方位に移住して空人の功徳を上ぜり、空合以前の消息なるがゆえに二根の滑稽なり、陳長未亡の事故なるがゆえに現状の到達なり、山の食毒高校なるをもて常運の道徳必ず山より通達す、順風の妙高を定めて山より到達するなり、太陽山海和尚主に示していわく、
青山上雲浦石女や小二で、ここにのこのねいう山水っていうのさっきも言ったように、そのいわゆる湯山岩水って言葉あるけど、要するに山に遊び水を持って遊ぶっていう、この要するに観光旅行してねいうような山水じゃないんだ。ほいで湯山岩水の山水なら、あの道元禅師のこれを書かれた頃のね、これ、この奥書き見ても分かるけど、その時民事元年かのえね10月18日観音通りにあり交渉法輪寺にありて主に示すってあるからね、その交渉寺にいらした頃ですもんね。そうすると今私が散歩しているその山水を見ながらこれ書かれてるわけ。でもここの山水はねそんなんじゃないんだ。日本の山水は古物の道元上なり共に方位に住して偶人の功徳を上ぜりっていうんだからね。これはあれですね、お聞き書き書っていうあの本の注釈にも出てるけど、第一宇城同時浄土の山水ないってね、第一宇城同時浄土三千草木しっかり成仏ってね、お釈迦様がその悟りを開かれた時にこう言われたっていうのね、第一我と第一宇宙と同時浄土、それで三千草木ことごとく皆成仏って、お釈迦さんの悟りっていうのは、あ俺が悟り開いたっていうのをお前たち悟っていないっていうんじゃないの。もう人知人海人無人海それぐるみ悟ったってこういう、それで三千草木ことごとく皆成仏したという、そういう山水なんですね。だから実際私たちこうしてあれしてるけど、お釈迦さんの手前から言ったら私たちもう悟られてんだだからねそんなに心配しなくていいの、ね、お釈迦さんから言ったら悟られてる、ただこれだけが悟っていないとこう思ってるわけ。躁うつ病の人でうつになってくると、私の弟子にそういうのがいたけれど、布団に潜り込んじゃってね、世の中真っ暗だこうやってんだね、布団をかぶってこうして、だから布団を剥いで、真っ暗じゃないこの明るいよって言ってもわーってこうやってんだから俺それでまあこれ取ってごらんって言ってもこうやってんのね。それと同じだ、お釈迦さんから言ったらもう悟られてんだ、ところがみんな俺は迷ってるとか言ってんだから、これ話にならないね。それで手こう下ろしてみたら、ああ明るいやつね、そういうこのもはやお釈迦さんに悟られている山水ですよ。でもう悟りそのものもだから古物どう現状の山水、
それだからこのまたこの山水っていうのはね、あの結局ね、この消防現像っていうのは私もこれだんだん読んでってつくづく思うけれど、みんなこの道元禅師は自己の生命の実物だけの話してるんだね。でまずあの私ここで読み始めたのが八大人格でしょ、それからその次弁道話なんだけど、八大人格でも弁道話でもほーっとして出てきたね、この生命、この自己の生命の実物がほーっとして出てきた。でまたそういう私はそのだからそのほーっていうことに注目しながら八大人格も弁道話も読んだわけです。それからマカハンニャの巻ではマカって出てきた。それから一家の明順の中では一家の明順って出てきた。から即身是仏の中では真っていう、そして諸悪マクサの中ではマクサ奉行っていうね、で宇治の巻では宇治ってこういう出てきてるわけで、これみんなね生命の実物の話、自己の生命の実物の話、それをああもいいこうもいいってね、言葉を変えて愛して、結局さっきも言ったようにそれに慣れなきゃダメだ。これこれ赤ちゃんでもその言葉を、ね、お母さんが鳴らすから覚えていっちゃうね。で今我々の場合でも お母さんがその言葉を教えるよりももっとあのあれなんだ、親切に道元禅師が教えてるわけだ。それに慣れなくちゃ、そして慣れているうちに本当にその実物になっちゃうんだね。でことにね、この、今のこの宇治の巻のね奥付け見てください。ここにね消防現像宇治とその次のところに仁治元年狩野へね開刀の日高尚法輪寺に処すってこう書いてあるでしょ。それから今のその山水経の巻に見るとその時仁治元年狩野へね10月18日観音通り高尚法輪寺にあえて主に示すとこういうんでね、そして見るとね この宇治の巻を書かれたのがね開刀っていうのはね冬の一番初めの日っていうんで、あの10月1日です。あのだいたい1、2、3が春で4、5あ 1、2、3が春で4、5、6が夏で、それから、7、8、9が秋で10、11、12が冬ってこうね、これ陰暦ですよ。それで要するに開刀の日っていうのはだから10月1日に当たるわけですね。それに対してこの山水経の巻は10月18日に開いてで、そして見るとこれはねあの続いてるんだってことはよくわかるね。でこう 別の話ガラッと別の話書かれてるわけじゃない。で今のこの山水経の山水ってやつはねさっき読んだ宇治の巻の美木は三階なるべし三階は美木なるゆえにその脅威用は山を見るべしその脅威旬は貝を操すべし山も地なり貝も地なり地にあらざれば三階あるべからず三階の二根に地あらずとすべからずとそう書いてある。その山水の続きだって言ったんだ。でまあ私考えてみるのに結局はね宇治の巻は非常にこういわば
理論的にその示されたというところが人無人海事っていうようなね、それに対して、この山水教の巻ではこの人無人海事っていうのをね、具体的に山水について実際に教えられているところがあると思うね。でだからこの山水って言って、山水教って言っても、そういうお経が昔からあったわけじゃない。今そういう仏法そのものとしての山水ね、大中浄土、二浄土、三千草木、十戒成仏っていう、そういう生命の実物そのものを書かれたから、その道元禅師がこれを山水経ってこう名付けられたんだね。でまあこの次はこの山水経を読んでいくつもりなんですが、そういう山水経ってまあ大体そういうような気持ちで読んでいきたい。今日はまあそこまで。それでまあ山水経はその点に、宇治の巻も時々こう参照するところがあると思いますから、あのテキスト、宇治の巻のテキストも持ってきておいていただいた方が便利かと思います。主上無変性安堵本能